わめくな。足を打っただけだ。そう、探偵ごときが。逆転だな。滝沢さん、あいつ吐こうとしません。強引にで任せろ。ブラックパール、本当にお前らが取ったんじゃねえのか。最初からそう言ってるだろう。動くな。お前が探偵か。てめえ、やめろ。相手が悪い。俺の銃だ。銃を撃って。バカ、やめろ。そう、あばよ、やめろ。見つかりませんだろ。はい。どこに隠した。いや、だからお前、あれがテキーラの持ち物だって知ってて取ったのか。テキーラ、俺たちのボスだ。いや、だから僕は取ってないんですって。ダメです、どこにもありません。おい、見つかりませんだろ。うるせえバカ。あのブラックパールは直径3センチもある天然石、時価で3000万はくだらない。お前の罪はあまりに重い。いや、滝沢さんが戻ってきたら僕の無実なんてすぐに晴らしてくれる。なあ、安尾さん。おい、お前の方が、いいからいいから。お前本名で安尾だなんて呼ぶんじゃないよ。なんで言ったら分かるんだ。お前が安尾って言うから今ここ。ああ、いいか、俺たちは互いの名前を酒の名前で呼び合う。これはテキーラが決めた絶対ルールだ。はい。今度ふざけた呼び方しちゃうな。ただじゃ済まさねえぞ。気をつけます。たくなあ、ウォッカー。なんだ、陽明師。こいつ頑固だから拷問で測ってる場所よ。はいはい。拷問って何を。くすぐりの刑だ。ちょっと待って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 、もうちょこい、もうちょこい、ちょっと待って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 、もうちょこい。陽明師、拷問のチョイス。はい。ラム、お前がやれ。はい。頑張れラムちゃん。おい、お前ちゃんつけんなっていつも言ってんだろ。俺はな、ラムちゃんって言われるのが一番嫌いなんだよ。お前後輩のくせにタメ口聞くんじゃねえっつんだよ。イタリア帰りだか知らねえがな、俺には敬語を使え。分かったよ。だってま敬語を使え。分かったっつってんだろ。敬語を使え。分かったって。敬語を使え。分かったって。敬語、外でやってください。敬語 OK じゃん。おやおや、あっ、滝沢さん。なんだよお前ら。お待ちしていました探偵さん。
だよ。やっと分かったんだよ。ブラックパールを盗んだ犯人だ。犯人って例の窃盗団だろ。違う、お前の助手だ。は？何言ってんだよ。予告状が来てたんだろ。カジノのどさくさに紛れて盗まれた、そういう話だったじゃねえかよ。一晩考えて結論が変わった。昨夜あのカジノフロアにいた部外者、それはお前たちだけだ。いやいや、お前が警備しろって言うから駆けつけたんだろう。そうだよ、俺は警備しろと言ったんだ。カジノで遊べとは言ってない。座れ。いや違うって、俺は壁際で警備してて、こいつはテキーラと同じテーブルに座って見張ってたんだよ。こいつはポーカーに夢中になってました。あれ超楽しいですよね。お前楽しんでんじゃねえよ。あ、すいません、ちゃんと警備しとけよ。こいつは疑われて当然なんだよ。おめえ金に困ってんだろ。え、そのシャツ声優か。声優バカにすんな。お前の助手ここで寝泊まりしてるらしいな。徹底的に探せばいろいろ出てきそうだな。おい、やめろ。知ったことかよ。これ以上触るなよ。いや、確かにこいつは間抜けで KY、 仕事もろくにできない大バカ探偵女子だ。滝沢さん、けどこいつは人様のものを盗むようなやつじゃない。それは俺が保証する。滝沢さん、それ以上にこいつにそんな大それたことはできません。その通り。だったらお前が真犯人探せ。はい。お前らは警備のために呼ばれたんだろ。責任取ってもらおうか。ふざけんなよ。ただ同然で警備させられて、いくらなんでも割に合わねえだ。謝礼だってもっともらってもいいくらいなのに、なんで。文句なら万全な警備をしてから言え。隙を見せたお前たちが悪い、それだけのことだ。リミットは夕方5時。無理だよ。俺はテキーラの指令だ。無理なら殺すまでだ。滝沢さん、ちょっと待ってください。俺たちごときに手を汚すことはないでしょうね。それもそうだな。だろ、伝説の殺し屋、お前も知ってるな。まさか。抹殺を依頼してみようかなあ。うわ、怖い怖い。あ、ちょっと待ってって。殺し屋って金かかるんだろ。いや、そんなことに金使うならさ、それで弁償するとか何とかしてください。あいにくだが1枚無料サービス券があるんだ。何のサービスだよ。観念して探すんだな。いつも言って、え、どっちを殺すの。確かに、お前、俺かよ。死にたくないならせいぜい頑張って探せ。お前らこいつに依頼しに来てこい。はい、いい報告を期待してるよ。はい。おい、終わりだ。はい。あ、は、ちょっと滝沢さん、これほどいてくださいよ。ったくお前は、それなんだよ、どうなってんだよ。ん、はいはい、取れた。はい、よかったね。あ、まあしょうがないっすね。頑張ってくださいよ。一言みたいに言いやがって。いや大丈夫っすよ。滝沢さんならどんな問題だって解決できますよ。俺に犯人探しなんて絶対無理なんだよ。ああ、もう一旦落ち着きましょうよ。ほら、夕方まではまだ時間ありますよ。もうゆっくり考えればいい解決方法だって浮かぶかもしれませんし。あ、僕も一緒に考えてあげるか。そうだな。あ、じゃあ打開策、打開策、打開策を考えよう。打開策、打開策、なんかないか。打開策、打開策、おい、もう食べられません。何の夢見てんだよ。おい、考えろよ。すいません、緊張から解放されたらつい。俺は解放されてないんだ。お前のせいでな。お前のちゃんとゲームしてるから。ちょっと、あっ、どうぞ。あ、弁償とかは。弁償、はい、弁償とかしたら許してもらえるかもよ。あれいくらぐらいするんだ。3000万円って言ってました。3000万か。
思ったより安いな。お前貯金くらいある？2000円です。お前カツカツじゃねえかよ。じゃあ滝沢さんは？俺も数百万程度だよ。おお、お前もっと貯金しとけよ。いや無理ですよ、ここの仕事と家庭教師だけじゃもうスズメの涙ですもん。まあ俺も人のこと言えねえけど。お前家庭教師なんかやってんのか？はい、あ今日からですけど。聞いてねえぞ。言ってないもん。あ、なんか学生寮に住んでるらしいんでここら辺使わせてもらいますね。勝手なことしてんじゃねえよ。お前探偵助手だろ？いや僕前から二足のわらじってやつに憧れてたんですよ。昼は英語の家庭教師で夜は国語の家庭教師。え、探偵助手か？え、探偵助手のわらじはどうしたんだよ。わらじですか？わらじ、わらじ、何探してんだよ。お前が言い出したんだろ。ちょっと靴箱見てきますね。ないないない、靴箱にわらじない。え、お前はほんと天然だな。ちょっと何も出ませんよ。褒めてねえよ。事務所の掃除もろくにしないで。だって掃除ってめんどくさくないです？それも探偵助手の仕事だろうがよ。え、そうなの？そうだよ。お前この状況でよく平気だな。いや汚すぎてお手上げですね。お前はもう片付けの手伝って。はい。あ、そういえば今担当してるクライアントとかでお金もらえそうな人とかいないんですか？え、いやほら浮気調査の社長夫人とか。あ、いやあの人は怒って契約解除してきたから。ないこともないな。あ、いやでも。え、どうしたんですか？ほらあの金持ちのじいさん、飼ってたインコがいなくなったっていう。おお、もうすげえ必死だったからさ、報酬はいくらでも払うっつって。いいじゃないですか。でも今からインコ探すのはな。あ、そっか。違う、別の鳥でごまかせばいいんだよ。悪い人だ。そうだよそうだよ。ちょっと待てよ。よいしょ、あのじいさんのファイルは。お、ちょっと触るな。もうちょっと待って。あった、赤星インコ、特徴緑色の体。うわ、ダメだ。え、どうしたんですか？こいつ言葉喋るんだ。ちゃんと覚えさせないとじいさん怪しむよな。なんて言うんですか？待てよ、よく言う言葉。これコマーシャルの影響だな。え、初めての方にはドモホルンリンクルをお売りできません。あ、聞いたことある。難しい言葉喋るな。歌も歌うのかよ。え、なんて歌うんですか？食事の後はトロリンチョ。これ飯のやつだな。結局テレビの影響ですね。おじいさんテレビっ子かも。無理だろう、口癖言わなきゃ別のインコだってバレるよな。あ、ちょっと無理っすね。くっそー、いけると思ったのに。あ、別に全部の言葉覚えさせる必要ないんですよ。え、これ明暗ですよ。なんで言えって。いや、覚えさせる言葉一つでいいんです。一つ？ここはどこ、私は誰。いけるかそれで。いや、いけるでしょ、だってずっと迷子だったんだから。記憶喪失になっててもおかしくないですよ。なんか引っかかるな。いや、いけますよ、僕も協力するから。え、そう、じゃあそれにかけてみるか。じゃあ俺ペットショップ行って買ってくるから。はい、じゃあ僕は部屋で家庭教師の準備していきますね。お、いや待て、お前手伝う気ねえだろ。はい。いいか、俺がここにいない間この事務所に誰も入れるんじゃないぞ。わかりました。よし。